第21巻43章、ノルウェーの海蛇その他の蛇の大きさ、北方民族文化史は、16世紀にスウェーデン出身のオラウス・マグヌスによって表され、1555年にローマで出版された書物。中世北欧の伝承、生活文化、自然などを、全22巻にわたって、後半に記述したものである。初版は、ラテン語であったが、 イタリア語やドイツ語、英語、オランダ語などに翻訳され、広く読まれた。谷口幸男による日本語訳も入手可能である。本書の成立のきっかけは、トレント公会議の折に、著者オランス・マグヌスが、ケルン大使教アドルフ・フォン・シャウエンブルクから、北方の国々について尋ねられたことであった。オランス・マグヌスは、宗教改革の余波で故国を追われ、ローマで暮らしていた。 そこで、教皇パウルス三世の地具を得た、彼は、兄の後を継いで、ウプサラ大師教諭を受けて、公会議に参加していた。内容には、プリニウスやサクソグラマティクスからの引用も多い。本文には、挿絵として481点の基版画が添えられている。この中には、雪の結晶を描いたものとして、最古とされる版画も含まれている。 国立国会図書館。第134回常設展示。雪、冬に咲く花。2007年7月11日閲覧。ありがとうございます。